1番目の動画の続きで、今度は模様編みの3段目から編んでいきます。今回は、3段目はここですね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 回、10回色糸で編んで、その後5回白糸で編んで、さらに10回色糸っていう感じです。で、ここの編み始めのとこは1段目の、白糸6個分のところからスタートですので、1,2,3,4,5,6 ここですね、ここからになります。念のため印をつけておこうと思います。では編んでいきます。今引き抜き編みをした状態なので、立ち上がりの鎖編みを1目で、一番最初のちっちゃくなったところからですね、引き抜き編みをしたところから筋編みで編み始めていきます。で、今印をつけたところから色糸で編まないといけないので、この時点で色を変えます。そしてここから色糸で、10回ですね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 回、ここで引き抜く前に色糸を上から下に休ませて白糸で引き抜きます。で、このあと白で5回編みます。1,2,3,4,5 回、5回目で白糸を休ませて色糸で引き抜く。またここから10回色糸で編みます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、ここで色糸を上から休ませて白糸で引き抜きます。で、ここから9回かな。で、この時点でここから6目分、1,2,3,4,5,6 の上なので、ここですね。あ、ここで変えておかなきゃいけなかったんだ。色糸を始める前の段階ですね。この最後のとこで糸を変えといて、変えて
ここから10回色糸で編みます。1 2 3 4 5 6 7 8 910回ここで上から下に色糸を休ませて白糸に交換。ここから5回白糸で編みます。1 2 3 4 5、白糸を休ませて色糸で引き抜く。ここから10回色糸です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、色糸を休ませて白糸に変えます。残りを白で全部編みます。一周編んだので最初の細編みの頭2本をちゃんとすくって引き抜き編みをします。これで3段目が編めました。だんだん模様が出てきました。次は4段目は色糸を3回色糸の上を3回白で編んだ後色糸で5回、その後3回白3回色3回白5回色3回白、ちょっと交換が多い段になってきますね。編んでいきたいと思います。立ち上がりの鎖を1目しっかり引き締めてから、最初の小さくなってる鎖の頭を拾って、まずは模様編みのスタート地点までいきます。ここから模様編みですね。3回白で編みます。1 2 3、ここで色糸に交換で色糸で5回1 2 3 4 5、5回目終わりだ。最後引き抜く前に糸を変えます。で、白で3回、1 2 3、でまた色糸に交換。3回色糸で編みます。1 2 3、休ませて白糸に交換。
白糸で3回1 2 3、ここで白を休ませて色糸に交換。ここから5回色糸で編みます。1 2 3 4 5、ここで糸を休ませて白い糸に交換です。残りは白で反対側までいきます。柄のところまで来ました、白で3回ですね。まず1 2 3、回目で、白糸を休ませて色糸に交換。次色糸で5回編みます。1 2 3、5回目で、色糸を休ませて白糸に交換。白で3回。3回目で、白糸を休ませて色糸に交換。次色糸で3回。1 2 3、回目で色糸を休ませて白糸に交換。白糸で3回。3回目で白糸を休ませて色糸に交換。ここから色糸で5回です。1 2 3 4、5回目で白糸に交換です。残りは白で編みます。1周編んだので最初の細編みの頭に引き抜きします。しっかり引き締めて、はい、これで模様編みの4段目が編めました。次5段目を編みます。立ち上がりの鎖を1目、次は
最初白で4回、赤2回、白3回、赤2回、白3回、赤2回、白3回、赤2回、白4回。かなり交換が多くなりますので、糸が絡まらないように気をつけながら編んでいきたいと思います。まずは模様編みのところまで筋編みで進みます。最初は白4回ですね。1、2、3、4。ここで色糸に交換します。さっきの段よりも1個白が多いですね。次に色が2回、1、2回目で糸を交換します。次に白が3回、1、2、3回で糸を交換、色糸に変えます。次に色糸で2回、2回編んだら白糸に交換。次に白で3回、1、2、3回目で白を休ませて色糸に交換。次色糸で2回、2回編んだら色糸を休ませて白糸に交換で、白で3回、1、2、3、白を休ませて色糸に交換で、色糸で2回、2回目で色糸を休ませて白糸に交換で、白が、あとは白ですね。反対側まで筋編みで進みます。こっち側に来たのでまたこれと同じ模様を編んでいきます。色糸を一回拾うまでですね、とりあえずまっすぐ白で進みます。最初の糸を変えるタイミングは、この次ですね。下の段の色糸を1回拾った後で白を休ませて
色糸に交換。色糸で2回編みます。1、2、これで色糸を休ませて白糸に交換。次に白で3回1、2、3、3回目で白糸を休ませて色糸に交換。そうしたら、色糸で2回編みます。1、2回で色糸を休ませて白糸に交換。次に白で3回編みます。1、2、3回目で色糸を休ま、白糸を休ませて色糸に交換。色糸で2回1、2、ここまでで色糸を休ませて白糸に交換で白で3回です。1、2、3回目で白を休ませて色糸に交換で、色で2回、色を休ませて白に交換で残りの目を編みます。これで1周編んだので、最初の細編みの頭に引き抜き編みをして、この段は終了です。だんだん模様ができてきました。はい、次の段を編みます。立ち上がりの鎖を1回。次の段は、今編んだのがここだったので、一番真ん中の段ですね。白が1回、赤が4回、白が2回、赤が3回、白が2回、赤が1回、この段もかなり色変えが多いので、こんがらがらないように丁寧に編んでいきたいと思います。まずは柄編みのスタート地点までいきます。で、最初の一目めは白ですね。そしたら、一目編んだとこで色糸に交換します。そして4回色糸で編みます。1、2、3、4、4回目で色糸を休ませて白糸に交換。次に白で2回1、
白糸を休ませて色糸に交換。そしたら色で3回3回目で色糸を休ませて白糸に交換。白で2回1、2、ここで白を休ませて色に交換で、色糸で1回色糸を休ませて白に交換。白で2回1、2、白を休ませて色に交換。次に色で3回編みます。1、2、3、3回目で色糸を休ませて白に交換。白で2回1、2で白を休ませて色に交換。そしたら色で4回ですね。1、2、3、4、4回目で色糸を休ませて白に交換。残りは白です。反対側までこのまま進みます。そうしたら、柄編みのスタート地点から最初の目を白で編んだところで糸を交換します。そして色糸で4回1、2、3、4回目で色糸を休ませて白に交換。そしたら白で2回1、2、2回目で白を休ませて色に交換で、色の糸で3回です。1、2、3回目で色糸を休ませて白に交換。白で2回1、2回目で白を休ませて色に交換。そしたらこの色の糸で1回糸をかけただけでもう交換です。白に交換。白で2回ここで白糸を休ませて色糸に交換。色糸で3回です。1、2、3回目で色糸を休ませて白糸に交換。白で2回1
白を休ませて色に交換。色で4回。4回目で色糸を休ませて白糸に交換。あとは白です。そしたら1周編んだので最初の細編みの頭に引き抜き編みをします。裏から糸が出てないかたまに確認してください。大丈夫ですね。これで半分編めました。あとは今までの反対をやっていけばいいので同じことをやって編んでいく感じですね。立ち上がりの鎖を1回、模様編みのスタート地点までは白で筋編みをしていきます。そしたら、色糸の上を3回編んだところで交換ですね。色糸の上を1、2、3回目のここで白糸を休ませて色糸に交換。そしたらこれも下の段を2つ下の段と全く同じなのでそこを見ながら進んだ方が早いかもしれないです。2目色糸で編んだら、白に交換で、次に3回白で編む。1、2、3目目で白糸を休ませて色糸に交換。色糸で2回。2回目で色糸を休ませて白糸に交換。そこから2回白で編む。3回ですね。3回白糸で編みます。3回目で白糸を休ませて色糸に交換。それから色糸で2回。色糸を休ませて白糸に交換。そして白で3回。3回目で白糸を休ませて色糸に交換。ここから色糸で2回。1、2。ここで色糸を休ませて白に交換して残りの目は白で編みます。反対側まで筋編みです。下に編んである柄を見ながら進む感じで私はいつも編んでます。編み図を見ながらだとどうしてもこう視点の移動が多くて時間がかかってしまうので手元を見ながら下の
編み目を確認しながらっていう感じで普段は編んでいます。ここで交換ですね。そしたら最初は色糸で2回1、2、はい、色糸を休ませて白糸に交換です。次白で3回、1、2、3回編んだら白を休ませて色に交換。次色で2回1、はい、2目目で色を休ませて白に交換。次に白で2回1、2、そしたら白を休ませて色に交換。あ、ごめんなさい、間違えました。白3回ですね。次まで白だった。3回目の白を編んでから交換でした。失礼しました。そしたら色糸で2回1、はい、2目目で色糸を休ませて白に交換。そして白で3回、1、2、3回目、白を休ませて色糸に交換。色糸で2回、色糸を休ませて白に交換。ここから全部残りは白です。1周編めたので最初の頭に引き抜きます。次の段を編みます。立ち上がりの鎖を1目、模様編みのスタート地点までは筋編みで進みます。次の段はここですね。最初白3、赤5、白3、赤3、白3、赤5、白3。この段、あ、ごめんなさい、違う。この段を見ながら編んでいく感じです。最初は白で3回。3回目で白を休ませて色に変えます。ここから、色糸で5回編みます。1、2、3、4、5回目で色糸を休ませて白糸に交換。そして白で3回。1、
回目で色糸に交換、色糸で3回、1、2、3、3回目で色糸を休ませて白に交換、白で3回、1、2、3回目で白を休ませて色に交換。ここから色糸で5回編みます。1、2、3、4、5回目で色糸を休ませて白糸に交換。残りは白です。反対側まで筋編みで進みます。そしたらまずは白で3回、1、2、3回目で白を休ませて色糸に交換。ここから色糸で5回、1、2、3、4、5、ここで色糸を休ませて白に交換で、ここから白で3回、1、2、3回目で白を休ませて色糸に交換、色糸で3回、なんかちょっとずれてしまいましたね。おかしいな。あ、スタート地点がちょっと間違っちゃってましたね。この手前から色糸に交換ですね。ここからか、ここから色だ、色に交換します。そうですね、ここから5回色糸でした、失礼しました。2、3、4、5回目で色糸を休ませて白糸に交換、そして白で3回、3回、2、3回目で白を休ませて色糸に交換で、色糸で3回、2、3回目で色糸を休ませて白に交換、白で3回、1、2、3回目で白を休ませて色糸に交換。そこから5回編みますね。1、2、3、4、5
5回目で色糸を休ませて白に交換。残りは白です。一周編めたので、最初の筋編みの頭に引き抜き編みをして、この段は編み終わりです。次の段は、今ここを編んだので、ここですね。10回赤で、色糸で編んで、白で5回、10回色で編む。まず立ち上がりの鎖を1目で、柄編みのスタート地点まで筋編みで進みます。次の目から色糸に変える必要があるので、柄編みのスタート地点の1個手前のところで色糸に交換します。で、ここから色糸で10回編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10回目で色糸を休ませて白糸に交換。白で5回。1、2、3、4、5回。ここで白を休ませて色糸に交換。色糸で10回。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10回目で色糸を休ませて白糸に交換。で、反対側まで筋編みで進みます。次の目からなので、ここで白を休ませて色糸に交換。この柄と柄の間は9目なので、それを覚えておくといいですね。では色糸で10回。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10回目で色糸を休ませて白糸に交換。
ここから白で5回。1、2、3、4、5回目で白を休ませて色糸に交換。ここから10回色糸で編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ここで色糸を休ませて白糸に交換。残りを白で編みます。1周編めたので、最初の筋編みの頭の鎖に引き抜いて次の段に行きます。立ち上がりの鎖を1目で、次の段はここですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、9回白で編んで3回色、間に1個白を挟んで3回色で9回白。まずは模様編みのスタート地点までは筋編みです。ここからまず9回白で編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9回目で白を休めて色糸で引き抜く。ここから3回色で編みます。1、2、3回目で色糸を休ませて白で引き抜く。で、1回白を間に1目だけ挟んで白を休ませて色糸に変えます。で、色糸で3回。1、2、3回目で色糸を休ませて白糸に交換。残りは白ですね。で、反対側までまた筋編みです。そしたらさっきと同じで、最初は白で9回。
4、5、6、7、8、9回目で白糸を休めて色糸に交換、色糸で3回1、2、3、ここで白に交換して1回だけ白で編みます。1目だけ白で編んでまたすぐ交換です。ここから、3回1、2、3回色糸で編んだら色糸を休めて白に交換して、残りは全部白で編みます。1周編んだので最初のすじ編みの頭の鎖2本で引き抜き編みをします。しっかり引き締めて最後の段です。最後の段は白が 1,2,3,4,5,6 回、色糸が13回でまた6回、これで模様編み最後なので最後の1段編んでいきたいと思います。立ち上がりの鎖を1目、模様のスタート地点まで筋編みです。はい、ではここから、6回白で編みます。1、2、3、4、5、6、6回目で白を休めて色糸に交換。ここから13回色糸で編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13回目で色糸を休めて白糸で引き抜く。ここから6回白で編みます。2、3、4、5、6で反対側の模様編みまで9目で筋編みです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13回目で色糸を休めて白糸で引き抜く。
が模様編みのスタート地点なので、まずここから6回白です。1、2、3、4、5、6回目で白糸を休ませて色糸に交換。ここから13回色糸で編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13回目で色糸を休めて白糸に交換。残りは一周終わるまで白で編みます。これで1周編めたので、最初の筋編みの頭の鎖2目に対して引き抜き編みをします。そうしたらもうこの色のついた糸は使わないので、ここは十分編みくるんであるので、ここでカットしちゃいます。ちなみにセリアのこのジュートベジという糸で今編んで、一玉を使って編んで、これぐらい残るぐらいなので、一玉あればこのサイズのミニクラッチだったら作れるということが分かりました。この国用の麻紐の方はすごく大量に入っているので、バッグ何個か作れるぐらいの量になると思います。あとは数段編んだりとかがあるんですが、ちょっと動画が長くなってしまったので、ここで一旦この2本目の動画を終了したいと思います。続きはまたアップ予定ですので、よろしくお願いします。